なでしこジャパン、日本女子代表、は10月26日にパリ五輪リアジア二次予選のグループ C 第2戦でウズベキスタンと対戦し、2-0で勝利。最終予選進出へ前進した一方、ボールを保持し、消極的な戦いに通した奇妙な試合展開に中国メディアは怒りをあらわに。完全な無気力プレーだ、と訴えている。写真、美人姉妹すぎ、なでしこ清水里沙、ドレスアップ。 姉との並びが話題、同じ顔。日本は前半15分までに2点をリードすると、その後はボールを圧倒的にキープ。試合終了までの75分間、無理にシュートまで持ち込まずパスを回し続ける奇妙な試合展開を繰り広げた。ボール支配率は91%対9%という異例のスタッツとなり、その戦いぶりに賛否が渦巻いている。中国メディア総風は、 日本の女子サッカーチームは2-0のヤオチ試合を行い、中国の女子サッカーチームを破滅させた、と見出しを打ち球団。この試合は日本チームの完全な無気力プレーだと言える、ヤオチだった、と怒りをあらわにして問題の目を向けている。そもそも、日本がこうした戦いを選択した背景として、予選のレギュレーションに問題があったことは否定できない。二次予選は3組に2チームが分かれて戦い、 各組1位と2位のうち最も成績の良かった1チームが最終予選に進む。日本が1位で最終予選に進出した場合、仮に A 組から2チームが勝ち上がると、1位突破が有力のオーストラリアと対戦する。一方で C 組から2チーム進出となり、日本が1位突破となれば韓国、北朝鮮、中国、タイが同居する B 組の1位と対戦。 日本は女子 W 杯で4強のオーストラリアと対戦するシチュエーションを回避すべく、ウズベキスタンとの一戦では2点差をつけた時点で積極的にゴールを目指さなかったとされている。ウズベキスタンの本田緑監督も、ゴールの統計は次のラウンドに進むために非常に重要であり、この側面から考慮した、と説明。五輪出場権の獲得という大目標を叶えるべく、前述のレギュレーションがある以上、 最善策を取る行動は正義とみなされるべきでもある。中国が怒りをあらわにしているのは C 組1位の日本がウズベキスタンに大きなダメージを与えずに突破の